人食いの大足トリコ。またも目の前に現れたのはこれね。トリコがね、また進めなくなっちゃったんで破壊しに行きましょう。ほんとね、多分ね、もう終盤近づいてきてると思うんすよ。早く先の展開が知りたいと同時に、なんかどんどん切なくなっていくような、そんな気もしちゃって。いやー、幸せになってほしいんじゃこの子たちには。ただ前回相当意味深なムービーが出てきて、この少年は選ばれし者と呼ばれていた。でトリコと同じように目がピンク色に光ったっていうね。よいしょ。ここは上に上がっちゃおうか。これまた危ねえ。あー、向こうまで、いや安全に渡ろう。よしよし。怖え。よいしょ。トリコは、あ、見えねえや、こっからだと。心配そうにしてるんだろうな。よいしょ、よいしょ。で、ここを。こっちでいいんだよね。上に行けるところないもんな。あっと、これは正面にバッと行く感じか。いや、ここら辺ぐらいまで行って斜めにトン。おお、怖い。高所恐怖症とかそういう問題でもないな。あ、でん、いや、でも上に行けないな。斜めにこんな進めないよね。もっとこっちに行っちゃっていいのかな。何この壁、なんか初めて見る建物に来たような気がするよ。ラストダンジョンって感じじゃない。何ここ。上に行きたいんだよね。上、こっち行ってみるか。ぶら下がる、ふんふんふん、ぶら下がる。なんか壁がテカテカ光って、この真っ白に塗装されてる感じ。いや、塗装ともちょっと違うのか。コンクリむき出し状態なのか。いや、コンクリとかじゃないか。なんか壁からしてすんごい怪しい匂いがするんだけど、ここ。あ、しまった、登っちゃった。ぶら下がる。こうやっていって、あれ、なんかどんどん離れていっちゃってるけど、あそこでトリコはじっとしてるよ。あの目玉にはやっぱりトリコ、大足を動けなくさせる、なんかこう魔法というか込められてるんでしょうね。よっしゃ。こんなに離れちゃっていい？これ。こんなに離れる？あ、でもぐるっと回って上から行くって感じでいいのかな。あ、こっち見てくれてる、トリコが。呼んでみる？いけないんだよーって。よいしょ。こっち。危ねえ！あ、危ねえ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 。ちょっと今ジャンプした場所が、ヒュンヒュンしちゃった。よし、ロックマンで培ったこのギリジャン力。ギリギリジャンプのことね。でもこれ別にダッシュジャンプとかないからさ、ギリギリからこう歩いていくと、少年がこうちょっとバランスを崩すこの場所で前にピョンってやるぐらいでいいんだよね。なんかついダッシュジャンプをしがちなんだけど、全然そんな必要ないんだよな。今もダッシュしちゃったけどさ、やっぱこれぐるーっと回っていくんだな。よいしょ。おお、
怖え。ちょっと幅が、ほっ、うー、ドキドキするなこれ。よいしょ、うん、もう十分普通の少年じゃねえなこいつ。え、さらに、あ、いや、ここは壁にスリスリで伝っていく。でも本当にこれ、この塔を一周しそうですね。で、上に、あ、でも階段があるから上に行けるのかな。なんかこの白い画面がまるで雪ステージのようにも見えるんだよね。結構さ、ゲームで雪ステージって終盤のイメージないですか。来てるような気がするよ雪ステージ。ほら雪の感じあるよね、なんか雪っぽいよ。お、広いとこに来ましたね。あ、あれ、あれ、なにこれ、すんげー光ってる、眩しい。これあれか、野生のオオワシをコントロールしてたあの電波が出てるやつ。絶対そうだろうこれ。あ、蝶がいるってことはご機嫌な蝶になっちゃうか。樽があるような気がするけど、いやここはさすがにないか。で、ぐるっと回って見えてきた。おお、あったあったあった、トリコー、待ってたな、今破壊すっから。あれでもさらに上も行けんな。あ、嫌な予感する。ここにさ、これが出てきたよ、ゲームオーバーの扉。ってことは鎧出るね。鎧、多分あの目玉を動かそうとした瞬間に出ると読んだで、早く動かせ的な感じになるんじゃないのかな。ちょっと下見してみる。あれ、こっちにも扉がある。殺す気満々だね、もうね。この辺はもう下に落ちちゃうよね。ちょっと下見というか、そうね、目玉をささっと下に落としてトリコに助けてもらおう。もうそろそろ出ると思うよ。あれ、ここにもある。え？ってことはこっちにも。待って、どういうこと？え？やばい。ここ、相当死にポイントかもしれない。ちょっと待って。あれでも敵出てこないね。よし、これ落とすから。にゃあ、はあ。まずは一つ目。出たー、いっぱい来たー。え、ちょ、動けない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 、なんだよ、な、ちょ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 、動けない動けない、めっちゃ来てる、なんだあれ。ちょちょ待って、今がボタンめっちゃ押してんだけどね、呪いが解けない。何あの数、ちょちょちょ、どうすりゃいい、どうすりゃいい、来ちゃう来ちゃう来ちゃう、ちょっと動けない、本当動けない、ボタン押してるんだけどさ。もう一個なんだよな、もう一個目玉、目玉の盾も持ってた。ちどうすんねんこれ。あ、あートリコ、あーすごい、鎧がゴミのようだ。はっはっ、あーよかったー、ヒーロー、目玉あったのにね。おお、目玉ちょっと克服してんじゃん。お、よし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 、いやー、めっちゃ連打した、指いて、うわうわ、また崩れるよこれ。お、足場が悪い子って。おお、行き場がね、行き場がね、ヒーローで。トリコ下か、お、飛んだ
翼復活、あいだいだ。おおおお、ちょ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 、頑張れ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 、取り、ちょ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 、取り、取り、頑張って頑張って。あ、なに、ここ怪しいね、これなんだろう。わかったわかったわかった。お、なんだろう、なんだろう、スイッチがあるのか、きっと。わかったわかったわかった、あった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 、よいしょ、これで中に入れるよ、入っちゃえ入っちゃえ。おー、あー、トリコ、大丈夫か、大丈夫そう。少年もタフだがトリコもタフだ。あ、でもここでちょっと行けなくなっちゃう。うわ、怖っ。トリコ、トリコ、どうしようどうしよう、これ行くしかないよね、こっちだよね、こっちしか、ほら、うわ、あ、怖っ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 、ほら、さあ、あ、トリコ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 、ちちちち、三角、よし、掴んだ。トリコ、捕まってる捕まってるから、上に入っちゃえ、ドア開けたから。あ、違う、ここもドア開けなきゃいけないのか。まったく、なんだこれ、誰が何の目的のための塔なんだここは。ちょ、分かった分かった分かった、トリコ、もうちょい耐えて、トリコの耳に引っかかっちゃって、ごめん。よしよしよし、ちょっと待ってね、焦るなぁ。これ多分また崩れる。崩れる、あ、崩れてるよ、むしろもう。入っちゃえ。入っちゃえ。無事。あー、無事じゃない。なんなんだよ。あ、入った。トリコは無事。あとは少年どうするかだな。あ、こっち。飛べと？あ、飛べって感じだね、一点で飛べって。行くよ。だ。よいしょ。いやー、ドキドキする。おい、話すな、話すな、話すな。怖。でもこういうドキドキがあるたびに、本当お化け屋敷のドキドキ効果じゃないけどさ。好きな人との距離がどんどん近まっていくような気がする。そうだね、翼広げたよね。そうだね、なるほど、最終目標がここに来てやっと見えました。トリコの回復、あ、撫でてあげる。そうか、トリコの回復な。なるほど、飛んだもんな。うわー、なんかかっこよかったな、飛んだ瞬間。あと、鎧の集団をさ、すんげえ勢いで一掃したの、最高だな、お前の強さ。こっちっぽいよ。ん？下にも行ける？というか下しか行けない？あ、いや、そんなこともない。ここからトリコに乗ってビュンと行けそうではあるんだけど、ちょっとあそこの横の階段が気になるな。ここ、ちょっと待っててね。あれ、なんもないか、下に。あれ普通に、あれ、繋がってただけ。あれ、あ、でもさらに下にも行けるのか。ここから来たんだよね、おそらく。
まあ、トリコちょっと押しただろ。わかった、下に行ってみよう。うん、なんか道がつながっているっぽいから、おお、あ、上にいる。視界が悪いな。ああ、ここが、あっと、少年だけ出れるぞと言わんばかりにちょっとだけ隙間が空いている。あれ、いや、しゃがめば、しゃがめば、あれ、ほふく、あれ、ほふくができない。できないな。近づけば結構オートでやってくれるんだけど、それができないってことは、こっちも下に行ける。あれ、何もない。トリコ上にいるね。トリコ、さらに下へ。これでちょっと道違ったら戻るのが大変だな。ん？何かスイッチみたいなものはないな。あれ、これでも戻ってきてるだけだな。あれ、読みが外れた気がするぞ。トリコ、これは分かった、ちょっと賢いやり方をしよう。あの、上にまた登っていこうと思うんだけど、めんどくさいんで、チェックポイントからやり直すにすれば、おそらくここに入ったところからリスタートになるんで。あ、そうね、よし、賢いやり方。トリコ普通に上で会ってたみたい。ごめんね、ごめん。で、ここからトリコに乗ってバサッと、うん、いけそうね。はい、乗せて、トリコ。ほい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 、トリコ最終的に飛ぶのかな。うわー、楽しみだな。治ってほしいな。治って、こんなところはさ、もう二人で脱出して、もう二人で幸せに暮らそう。暮らしていこう。お、いいんじゃない。次は向こうかい。行くんだ、頑張れ。瓦屋根みたいのがあるよ、正面。どういう建物なんだこれ。よし、頑張った。この真ん中に行くんじゃないのかな。違う、違うのか。ほう、こっちか。え、あ、下に行こうとしてる。あ、下、おお、大丈夫？ん？なんだなんだなんだ、どうしたどうしたどうした、なんだ、くせえか、くせえのか。ここはちょっと、じゃあ分かった、降りるわ。いや、あ、降りなくてもいける。いや、違うっぽいな、立ち止まっちゃったから。
と、あーなんかいけそうな感じありますね。危ない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 、滑る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 、うん、ここ怖い、ここ怖いね、ここ怖い、ここ怖い、ひひ、なんだろうなんだろう、とりあえずこっちまで来たけど、あ、お前ずるいないいな、そこ乗るので、ここからまた乗らせてもらおうか、じゃあ、よいしょ、うん、あ、槍刺さってた、気づかなかった、槍どこよ、お腹刺さってる、引く、引き抜く、許さんぞ、ほらよしよし、お腹に刺さってる、ちょっと気づかないね、内側に刺さってるとね、もうトリコ結構ボロボロになってんだよな。さあどこに行く、見えない見えない、うん、どこ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 、どっちどっち、わからんわからん、向こう見てる、どこどこ、あ、この下じゃないのかな、あ、あれ戻っちゃったあれ、あ、ここ入れるんだ、ちょっと待ってトリコ、ここさ、あ、ちょ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 、ここだ、入り口があった、あれ尻尾もこんな血ついてたっけ、なんか血がさ増えてるようにも見えるんだよ、あ、ここトリコに乗って上から入ればいいのか、なるほど、そうかそうか、分かった分かった、ありがとう、よしよしよし、ここだ、おい、あー、ごめん落ちた、ごめん、もう一回、おいおいおい、ちょっとちょ、たまにね自分がどこにいるのか分からなくなるんだよね、よいしょ、あ、ここからぴょんと、おお、上に入っちゃった、あれ、いや、こんな上に行く必要ないんだ、下下下、よし、あれ違うじゃん、ここ入り口があるのかと思った、全然違った、入り口じゃなかったよ、あれ違ったわ、どうしよう、じゃあ、あ、トリコ、上、上だ、上に足場があるぞ、上に行ってから次どこに行くか考えよう、あ、こっちはさすがに入れそうだぞ、よいしょ、え、違う、あ、あ、危ねえ、危ねえ、ごめん、落ちたトリコ、足いて足いて、ですぐ来てくれるとこがね、本当に、あ、で尻尾で来いと、大丈夫、足の骨が折れただけだからなんてことない、あ、待って待って、トリコ、よいしょ、よし、で、で、こっちにまず乗って。ごめんね、行ったり来たりさせちゃってね、頑張れトリコ、向こうだ、ぐるっと回れるかい、トリコ
そう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 。違う。分かった分かった。これちょっと一回自分が降りちゃった方が早い。ああ、いやいや、いけた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 。で、ここに乗ってもらって、で、上にジャンプだ。よいしょ。で、こっち。そっちじゃない。なんだここの謎の難易度。こういうなんか地味なところで難易度が高いんだよね。なんかやたらこうボスが強いとか攻撃力が高いとか避けづらいとかそういう感じでもない、不思議な難易度があるんだよな。上だ。今度は落ちないように頑張るから。よいしょー。で、ちょ、ここ一緒に入っちゃおうか。一緒に入っちゃえば安全だ。あ、いや、飛ぼうとしてる。トリコ、いいよいいよ、飛ばなくて、飛ばなくていいよ。おっとー、お、危ねえ。なんか下に樽？違う、あれ鎧か。え、ここ何？ここはなんじゃ？トリコ、ここちょっと下に行こうぜ。おいで。下にさ、鎧だな、待ち構えてんだよな。あれ？でも向こうも行けそうだな。ここじゃねえのかな？そっか。向こう、いや、いやいやいや。トリコ、ここ入る？あ、入るか。あ、入れるよ。いや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 、トリコ、迷ってる。すんげえトリコが迷ってる、珍しく。いや、こっちじゃないでしょう。トリコ、上上上上で合ってるよ、トリコ。上行って、上行って、いや、でも中に入るしかないよな。え？トリコ、トリコ、ほら、向こう向こう。頑張れ、頑張れ、頑張れ、頑張れ。よいしょ、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 よいしょ。違うか。違うな。まあでもやっぱここだよ。だって下に鎧がいるぐらいだもん。大体ね、敵がいる方に進めば正しいでしょう。これ自分一人じゃいける感じじゃないんだけどな。トリコおいで。あ、来た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 。あ、やっと来た。よいしょよいしょよいしょ。よーし、ナイス。で、あいつ倒しちゃって、頑張れ。やっちゃえやっちゃえ。あ、もう一体いた。頑張れ。ぐちゃぐちゃにされてる。まだいるか。あ、まだいるわ。あ、目玉あんじゃん。倒した？わかったわかった。よしよしよし。
で、再三おお。で、正面に目玉。あーで、怯える。わかったわかった。それ、これ槍刺さってないか、大丈夫か、抜いてやるぞ。刺さってないかな、大丈夫かな。こっちは別に何もないか。わかった、ちょっとあれぶっ壊してくれよ。めっちゃ設置してあるねこれね、目玉ね。ん、押していけばいいのか。これまた危なそうな、もう木のこういう橋やめて。待って、トリコ来て、来てる、大丈夫かな。なんかすごい嫌な予感。あれ、なんか突っかかってる。ん、あら、反対だったかな、押すの。え、いや反対、いやこっちに押してもだよな。待てよ、鎖から上に行ける。あ、いや行けない。ここまでしか行けない。ってことは何かないと。うーん、橋自体をこれ崩すんじゃないのかな。よいしょ、おー、うまい。で、橋を、あ、都合よくまた上がってくれるじゃない。誰か、おいで、もう怖くないよ。あ、どうした、上にもあんのか。あ、出た、ライバルうわ、ついに大足同士の対決か。トリコバトル勃発なのか。こいつには散々ね、いじめられたからね。うわ、出たよ。うわ、2体いるとやっぱ迫力あんな。え、こっちに来んのかよ。え、あ、やってくる。あ、すげえすげえすげえ。うわ、やめろ、トリコ、やりおほトリコなんだけど、やめろやめろやめろ。うわ、ちょっと首噛むなって。え、どうする？え、これどうしようどうしようどうしよう。かといってさ、こんな大怪獣バトルどうしようっつうんだよ。トリコトリコトリコ、あ、じゃあごめん今のどうすればよかったんだろう。ちょっと下がってみる、後ろに。なんかちょっとナレーターヒント欲しいな。この大怪獣バトル、首を噛まれたトリコ、なんか助けてあげるんだと思うんだけど、なんだろう。あ、またスイッチを作動させて橋を動かすんじゃないのかな。あ、で、今まさに今ここ。そうだよ、きっとそうだ。よし、いやー、よいしょ、頑張れトリコ。よし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 、よし、うわ、すごい。大丈夫？大丈夫じゃなさそう。これ、どうしよう。下、モフモフだから落ちても大丈夫かな。あー、落ちるわ。トリコ、大丈夫、捕まる。よし、捕まった。捕まってなかったのかも。今確かにちょっと床にぶつかったようにも見えたね。落ちた場所が悪かったのかも。ここ死にポイントだな、またな。マジか。トリコ VS トリコ。これでも次はどうすればいいんだろう。ちょっとあんまりさ、このトリコに怪我させないであげて、ほんと。まずここをガチャコンやる。そうすることで野生のトリコが落ちる。いや、同時に落ちる。
迫力あるね。ほんと2体いるとさ、2体というか2羽って言った方がいいのかな、わしだから。ちょっと待ってね、トリコトリコ、ほっ、ここ敵の上に落ちた、敵の上に、どうしよう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 、あ、マジでさらに追い打ち、どうしようどうしようどうしよう、ああ、怪しげなスイッチがある。これで橋がまた動くか。届かない。え、届かないってなんだよ。え、届かないって何？あ、届くじゃん。あ、まさかまさか、まさ、こういうことだ。なるほど。うわ、トリコが向こうですげえ苦しそうにしてる。分かった分かった、待ってろよ、尻尾にダメージを、ガシャコン、どうだほら、戦闘の役に立ててるようで嬉しい。やば、めっちゃ怒ってる。うわ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 、さらに下、ちょっと大丈夫。途中で出てきたあの鎧は何だったの、鎧何だったの。さらに下、待て待て、これは敵がいるな。こっちから降りよう。あ、待て待て待て、いったろ、よし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 、鎖、なんだか分からんけど鎖に登る。分かった、あ、槍を引く、こんな時でも槍は引き抜こう。よし、頑張れトリコ、撫でてあげた、頑張れ、よし、いやー緊張感あるわ、ほんと。よしよし、おい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 、寄せよ。でこっち、なんだ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 、え、嘘でしょ、あ、捕まった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 、え、あ、落ちてる。なんだよなんだよ、なんで今話したんだよ。どっからになる、あー、これで下に降りて、よし、いてててで、鎖ね、うんうんうん、ここすんげえ落ちるな、手汗が半端じゃない。よいしょ、いけ、トリコちょっと待ってろよ、あ、槍抜いてあげなかった、めっちゃ刺さってる槍、抜いてあげた方がよかったかな。もう、よしよし、ここでどうすればいいんだろう、落ちないように落ちないように、え、あ、これを落とすんじゃねえの、トロッコ、見えない見えない見えない、あ、掴む、押せ、ちょうど敵の上に落ちてくれ、いい、長い、これで下にもう一気に、お、バッチリクリティカル。てかトリコ大丈夫、トリコ、いや、まあ両方トリコなんだけど、ちょっと、え、もうやられてない、おい、あ、さすがに逃げるか、あ、相手も仮面が壊れた、角も折れた、片方、どこ行った、うわ、
んだよあいつ。ちょっと待って、うちのトリコがやばい。ちょ待って、槍抜いてあげよう。まず、ああ、おい、ちょっと瀕死状態、めっちゃ槍が、おい死なないよな、やめろよおい、やめて、大丈夫。ちょ久しぶりだこれ。ちょっと大丈夫トリコ。なるほど、テラス。この状態でも雷撃は出るんだ。いや、ていうかもうちょっとトリコ、いや刺さってない、あ刺さってる、めっちゃ刺さってる、もう抜く、よいしょ、大丈夫か、よいしょ、よいしょ、多分全部抜いたけど、ダメだ、瀕死だ。待てよ、これをゲットしたってことはやばい、樽あげよう、樽ねえのか、これ何、なんだ、今こそ本当トリコを助けてあげないと。これなんだろう、向こうも行けるんだよな、あ違う、これでガシャコンと下まで落ちてきたっていう、そういうことか。待って、でもなんか上行けるんだよな、ごめん、ぶつかるかも、あちょっとどうした、時間が経っちゃったようです。二人とももうボロッボロ。ここで鏡を出してきたっていうのは、トリコダメか、なんとかしてあげたいよな、こんな見てらんないよ。あ、樽食べさせてあげよう。なるほど、この裏に樽があったんだな。あ、2個もあんじゃん。よし、いいぞ。体力回復アイテムだからな、これはな。よし、口元まで持ってってあげる。ほら、お食べ。あらいでくれ。ヤバレバラトゥ、タルだよ、もうちょい近くまで持ってってあげるよ。あ、ほらあー、届かないの。あ、食ったちょっと回復するんじゃない。もう一個あるからさ。
うん、もう一個あるからちょっと待って。いやすんごいもうなんか必死になっちゃう。気が気じゃない、トリコがこんな状態になっちゃうと。ちょっと落ち着け落ち着け。取れない取れない、滑る。ほい、よし。2個目だ。樽いっぱい食え。はいはいはい、よいしょ。はい、樽樽、ほらほらほら、よし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 、えらいね。辛そうだな。まだか、分かった、まだ探そう樽を。まだあるんだ、だって向こう行ってないもん。うん、ちょっと向こう行く。もう BGM が悲しい。樽樽、うん、お、なんだ、柱、あ、柱じゃない、鎖。え、こんな進んできちゃって大丈夫？んー、でもこんなところに樽はないよな。お？上に行けるね。ここ戦ってたところか。上にも行けるんだけど、ちょっと待って、中。登るのは違うか。よかった、上行こう。あ、ここ穴があるんだね。穴見えないよこれ。トリコちょっと待ってろよ。これはもう作動したやつだから関係ないですね。めっちゃ上に行って上から樽落としてって感じかな。よいしょ。なんだなんだ、どっちだろう。なんかでもこの夜の雰囲気が本当物悲しいというか。ん？ここにちょっとさ、青い跡がついてるのが気になるんだよね。関係ないのかな。向こうにジャンプで渡れる距離じゃないよね。となると、ん、どこに立ってんの今。やばい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 、落ちる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 。やっぱここまで出てきたのは違ったのかな。え？ごめんごめんごめん、大丈夫、リスタートっていうことだから。ただちょっと効率よく今リスタートしただけだから大丈夫です。樽をとりあえず2個食わした。あれ？朝だな。あ、ここからか。ちょっと待って、じゃあ向こう探索するなら今朝というか昼だよね。昼のうちの方がいいか。あ、え、あ、
ここあれか、ハラスカしてあの鎖なんだよって言ってたところだ。あー、わかった、あそこ雷撃か、雷撃、わかったわかったわかった、トリコ、じゃあまずここやっちゃおう。順番関係ないかもしんないけど、あんのかな、どうなんだろう。いや、ちゃんとやっぱ意味があったわ、意味なしに思えた鎖。うん、でここでちょっとグイッと、待ってな、トリコ、息が苦しそうなんだよ。あんな外出る必要なかったんだな。よし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 。待って、槍は抜いてあげてるのかな、もう。抜いてあげた状態になってるね。よし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 。待っててな。トリコ。トリコ。よいしょ、これをまずは1つ目、よいしょよいしょよいしょ、食べ、お食べ、あらいでくれ、ゲバレバラトゥ、よし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 、で、もう一個、よいしょ、ほいほいほい、はいよ、お食べお食べお食べ、トカゲもいるよ、下にトカゲ食べてもいいよ、アグロみたいにアグロ食べてねえよ別に、よしで、上でしょ、絶対。あそこの封じられてた扉が意味ねえじゃんって言ってたのを、雷撃だ、行け、わー、やっぱり、いやー、いやー、そういうことだったわけか。ちょっと待っててな。ここで繋がってきたか。なんか伏線回収されたような、なんか自分が無意味に、ここ怪しいよなーって迷ってただけの、だけの場所だけど、今になって意味が出てきたことで、すんごいなんか、そういうことかーってなってる。よいしょ。なるほどな、ちゃんと意味あったんだなー。しかもこんな大事な場面で意味があるとはね。で、きっとあの先に樽があるはずなんだよ。蝶も飛んでる。今ちょっとチラッと見えなかった？樽。あったー！二つもあるよ！ちょっと待って、じゃあ二つね、ちょっとね、投げるね、下にね。後で上げるから、ちょっと待っててね。もう一個。間違えた。よいしょ、2個しかないよな、合計4つ食べれば元気になるんじゃないか。よいしょよし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 、で降りる、よいしょ、下へ、
ここで探索して、あそこあの時迷ってなかったらあんな上の扉なんて気づかなかったのかもね。そういう意味ではなんかうまい作りやってんなって思っちゃうわ。一回迷わせてからのこれだもん。ほら3個目だ、食え、おいしいぞ。樽だ、樽、樽だぞ。あー、ほらほら樽だ、樽だ。ちょっと持ってなきゃダメなんだよな。ほら、ちょっと待ってな、ちょっと待って待って待って、はいよ、よし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 、4つ目、あ、目に光が取り戻ってきた、素晴らしい。ちょっと待って待って待って、全開来るんじゃない、くい、よし、どうだ、トリコ、どうなったんだ、大丈夫なのか、フェードアウトしていってしまった。朝起きたら治ってたっていうギャグ漫画的な感じにもなってほしい。寝て起きれば治るから。疲れ果て眠ってしまった。朝？お？あ、おお、トリコ！トリコ、よかった！無事か？治ったか？おお、よかったね。だいぶボロボロになっちゃったけど。いやー、トリコ頑張ったな。やっぱ大鷲って強えな。あのライバルまた絶対出てくんだろう、あれ。おお、なんだ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 、あ、上に乗れと乗れと。うん、トリコセーブして終わろうかと思ったんだけどまだ行くかい、上まで。おお、ここはね、閉まってるんだよね。もうすげえ元気じゃん。あ、いや、よかったよ。ん？正面怪しいね。え、あ、いる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 よ、あいつ。あ、待てよ、まさか。あ、あぶね、違う違う、磯磯じゃなくて、鏡鏡、やり、あ、もう、ちょっと待って、槍を引き抜く、ちょっと、分かった分かった、ちょっと槍、槍後で抜いてあげる、槍後で抜くからね。さ、あれ、いや違うな、なんか丸押すとこっちになっちゃう。いや、いそいそじゃなくて、それいそいそはいいんだけど、やめろ、ほら、分かった、降りればいい。そうだそうだな、そうだな、こう、あれ、鏡使えない、あれ、鏡、あれ、鏡、あれ、あれ、あれ、違うのか。ちょっと待て、鏡、あれ？ってなると、よしよし、分かった、槍抜いてあげる、痛い、槍痛いな、痛いな、よし、槍抜く、よしよしよし、よし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 、めっちゃ刺さってる。よし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 、やり抜く、
トリコ動かないで。3本刺さってる。動かないで。違うな、ちょっと待って。やっぱこっちから、こっちから鏡使えないか。鏡が丸、あれ、丸だよね。なんだ、こっち、分からん。雷撃だと思ったんだけど、とりあえず行ける方行ってみる、分からないから。よいしょ。ダメなんだっけ、鏡って。そんな設定あったっけ、どうだったっけ。あいつどうすりゃいいんだ。これ何もない。違う。ちょっと待って、トリコ一回下降りるね、やり抜く、やり抜かして、トリコやり抜かして、にゃーさあ抜けないんだよ、トリコ動いちゃって。どういうことだ、違うのか。なんだろう、ちょっと待って、もう一回やり直そう。あ、で、キャラせんじゃん。なんでさっきまでダメだったのに。あ、今槍がないから。おお、ああいう状態になったらもうちょっとやり直すのも手だな。つえー、撫でてあげる、ごめんね、さっきは。いいさ、うっとりすんだよな、撫でるとな、かわいいな。じゃれてる。イチャイチャしやがって。トリコ、どこ行こうか。どこ行ったらいいか分かんないから、お前に乗るね。よいしょ、上、ちょ、上に上がろうっつってたんだっけ。おお、やっぱ槍が刺さってたからダメだったのかな。槍が刺さってると尻尾攻撃は使えない。あ、いやでも今も刺さってんな、槍。距離とか場所の問題だったのかな。なんかまた出てきそう。ちょっと太ももに刺さってるの抜いてやりて。いるのか、いんのか、いんな。いや、いそじゃない。よし、発動。いけ。ここだ。いけ。うわ、強えな、いいな。ここ抜いてあげる。よっしゃ。もう刺さってない？うわ、またこの感じ。頑張れ。なんか上か。おお。あ、正面。わかったよ。そういうことね。ここね。
やっちゃえ。尻尾からビームっていうのがまたなんかかっこいいというかさ、シンゴジラとトリコってどっちが先だ。よいしょ、ここだ。あれあれ、ここだ。あれあれ、どうした。あ、よし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 、なんか雷撃というよりビームになったね。開いたからきっとこっちなんじゃないのか。下見てんね。ここ行けないか。あー下、あー、ええスイッチがある。いやでもこのスイッチは押したよね。迷ってんなお前、さては迷ったな。上だよ。トリコジャンプ、お前ならできる。おお、あ、すごいすごいすごい、いいよいいよいいよ、頑張れ頑張れ頑張れ。おお、これで今壊したところに、あ、いや違う、結果戻ってきてる。ちょっと待って、じゃあこっち行けるからちょっと探索してみるかい。うわ、これあるよ、ゲームオーバーの扉があるよ。なんだろう、なんか何もなさそうに見えるけど、上？いや、ここ何もないよ、やっぱ向こうだね。一人で行けるところまでジャンプして進んでみようか。ここでね、あの激戦があったわけだよね。これ大丈夫か大丈夫かな。横から行く方が安全か。横から、ああ、いやいや、横から行く。男は度胸。うん、あ、お、すげえ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 、あ、さすが身軽。よし身軽、よし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 、トリコもおいで。うん、来た。なるほど、さ、たまにはこっちが先導することも大事だね。あ、またこれだ。これはやばい予感がするよ。これ、待て、なんか、え、いや、これはこれはなんかあるぞ。トリコ長くなりそうだからここで一回セーブするか。またこれ絶対バトルになる。待って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 、分かった、ここでここで止めよう。いやー、すごいことになってきた。でも盾が復活したから雷撃を融合活用していくっていうのがここからは大切になってくると思うんだよね。なるほどな。いやー、もう瀕死になっちゃった時はどうなるかと思ったけどね。そろそろ旅の終わりが見えてきたような、そんな気配も感じております。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。